皆さんおはようございます。令和元年、11月4日、午前7時を回ったところですけど、国家の歴史を作った、田中絹夫、欽ちゃん、元祖欽ちゃんが、ただいま息を引き取りました。まあ2年8ヶ月という、国家の長寿記録を更新していましたが、まあ、このところの寒さとか、いろいろ、やっぱ、体に負担がかかったのかもしれません。まあ、でも、あまり苦しまないで、まあ、老衰のような形で亡くなったんで、まあ、いい往生かなと思います。本当に、欽ちゃんにはね、本当に感謝してもしきれないぐらいの本当に、ね、恩がありますからね。欽ちゃんね。本当に欽ちゃんと、欽ちゃんがいなければ、国行きもどうなってたかわかんないですからね。野場くんとか、スーちゃんとか、みんな、キヌちゃんの、ね、子孫ですから、ね、歴史を作ったんですよ、キヌちゃんがね。本当に感謝してますよ。ありがとうね、キヌちゃんね。ね、キヌちゃんの遺伝子は、子孫に受け継がれてるからね。ね、大丈夫だよ。キヌちゃんね。安心してね、天国行ってね。欽ちゃんありがとうね、俺って。欽ちゃんと出会えて俺よかったよ、本当に。ね。欽ちゃんよかったね。欽ちゃんよかったね、欽ちゃんね、うち来てね、お迎えできてね。欽ちゃん、いい思い出がいっぱいあるからね、欽ちゃんとはね。欽ちゃん、ありがとう。ね。また、あの世でも、再会しようね。ね。くまちゃんもあの世で待ってるからね。先に行って待っててね。ね、よかったね。本当だよね。ね、さっき亡くなったばっかりで、まだちょっと温かみが残ってて。体も柔らかいですからね。ね、気厚く葬ってね。ね。くぬぎ家の庭先に埋めてあげるからね。ね、ほんと、ありがとうね、金ちゃんね。ありがとう。ありがとう、金ちゃんね。おかげだよね。もう生きてるんかい？ねえ、くんちゃんね。田中絹夫だからね、これね。最後までね、くんちゃんは、国家の、レジェンドだったからね。またね、くんちゃんね。お、生きてるんかい、くんちゃん。動いたんじゃない、今。動いてない。ね。またね、じゃんけんちゃんね。さよならね。